二階展示室長久手市郷土資料室は、愛知県長久手市にある博物館施設。1985年、小牧、長久手の戦いから400年を記念して、長久手古戦場の一角に位置する古戦場公園の敷地内に長久手町郷土資料室として開館した。1階に長久手合戦の舞台となった本市周辺の地形の模型、合戦図屏風のレプリカなどを展示している。 二階には、市内で発掘された遺跡の出土品や、地元に伝わる棒の手や祭礼に関する文献などを展示する。甲冑、活性に関する道具類、移植獣に関する道具類、アタンと長くてなどである。展示物だけでなく、一階に喫茶室がある。また、2005年の愛知万博サテライト会場であった。 長くて広場に置かれていたワーテルローの戦いを描いたガラスアートもここに移されて展示されている。2012年の市政施行に伴い、現在の名称に変更された。古戦場公園の再整備に伴い、2019年6月1日より一時閉館しており、再開は令和4年度の予定となっている。長くて古戦場や外活動施設として、旧道場を併設している。 もともとは勤労者福祉施設の長久手勤労者野外活動施設として整備されたが、平成14年度に長久手町に譲渡された。自家用車公共交通機関。ありがとうございます。